みなさんこんにちは、青切高校のこまれとおしろとおっかりこー。みなさんこんにちは、青切高校のこまれとおしろとねかたえとらです。突然なんですが、みなさん数字好きですか？お金は好きだけど、うん、お金は好き、うん、数字は別に、うん、は私はね、数字めっちゃ好きだし、めっちゃ気になるんですよ。再生数とか同説とか、お金も大事ですけど、コメントとかね、ごちゃんでこいつ数字少ないなとか言われるとめちゃくちゃ減らるんですよ。見るな、まあまあ、やめてくれよ本当って見るな、ごちゃんは。でも数字の多い少ないってすごい主観的なものじゃないですか。人によっては10万円の服は高いと感じるかもしれないし、あの真っ白先輩のような女からすると端下がになったりするじゃないですか。あ、毎日ケツは雪尻拭いてます。でもせめてその辺のね、数字の価値観はグループ内だからね、統一しておかないと大変な認識齟齬が生まれますから。方向性の違いで解散とかねありますからね。数字の違いで解散みたいな嫌ですから、はい、今回はね、こまれちゃんが数字に関するお題を出すので、皆さんはこれくらいかなと思う数字を書いてください。全員揃えばみんなの価値観が一致したとのめでたしめでたしっていうことになるんで、題して全員巨乳の3人娘が数字の価値観揃えるまで帰れない企画。もっと巨乳揺らせ。エトラさんだけやってくれた、ね、優しい。それでは皆さん準備はいいですか？はい。うわ、自分がバズったなと思う再生回数は、待って、1日でどんくらい再生されたらってこと？1日ではない。1日はやりすぎ。どんくらいの期間、はい、これ3日とかに。3日じゃあ3日か。皆さん回答をお願いいたします。はい。30万回。20万回。100万。おー、強気だ。一人 YouTube ドリームすごい掲げてる人いらっしゃいますけど、俺らコアッパだからさ、まあ、リアルだよね。そうそうそう、こちらそうそうそう、リアル思考だよね。黙れコアッパどもが青切高校、今やショート動画100万再生結構いってますからね。そうなんだね、ネクロチ。そう、あの配信とかだったらまあ普通に20万30万ってのも大往生みたいな感じだけど、二人もさ動画とか出してて、ショート動画とか普通の動画でも30万20万いくときあるじゃないですか。 あります。ねえ、はい。で、何ですか僕らの動画。これ説教されてる。すいません。もう僕らやってますか、ね、はい、やってるとこありますかね。はい、気をつけします。目指しましょう。はい、うん、それでは次行きたいんで、皆さん一回フリップ閉じてください。はい、はい。なんだ、合わなかったな。うわ、このラーメン高えなと思う値段は。任せろ。何このうわシリーズ。ラーメンか。1000円を超えたら1300円。900円。なるほどね。でも近くないまだ。え、900円は少ない？高くね。ええ、これぐらいがデフォになってきてるなとは思う。それぞれ掘り下げようかと思ったんですけど、クソほどみんな大体そうだよなっていう感じで掘り下げずれっす。次の質問、こまれちゃん好きなんですけれども、ちょっとエトラさんに聞きたいなんて思うんですけど。振らないで、早く言え。私まだ我慢できる思う連続お風呂に入らなくても平気な日数は。あうわー、シーズンによる。あ、まあ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 、四季折々のあれによる。確かに今で考える。今 今の時期。3日4日。4日。あーエトラ、なんでエトラ汚いよ4日は。あと1日我慢しよう。変わんないからね。みんなおむつだから今。そうだよ。でもお城夏だったら3日だった。あーそう、うん、夏だったら、でも2日だな。僕夏やったら2日やった。それはね。うわ、この VTuber のグッズ高えなーと思う値段は。今まで見た中で高かったなっていう値段にしよう。うん、ああ。はい。7500円。15000円。1万円超えたら無理。なんだこの大きさ。なんかセットみたいなのでもだいたいなんか7000円、8000円ぐらいかなーって思うけど、それ超えてきたらお。強気だなって思うかな。次に安いネクロチは1万円超えたらもう無理っすか？1万円だってさ、でっかいの払ってお釣り返ってこないって相当相当じゃない？でもまあ青切高校もまあ確かに1万円超えるが、あんまないよね青切だと。ないか、うん、ただ良心的です青切は。でも真白先輩1万とか1万5000ですけれども、はい、これ、はい、あったらの抱き枕こんくらいしなかったっけ？え、そんなしたの？え、そうっすね。さすがに布切れ、綿が入った布切れであれ高えなと思ったんですよ。確かに、しかも綿入ってないですから、カバーっすから。カバーかよ。うわー、確かに別売り。真白先輩は布カバーに関して1万5000円だと、はい、怒りを覚えます？
え、別に買わないんで怒り覚えないっす。今日めっちゃ寝たなと思う時間は何時間でしょう。12時間16時間12時間うわー、寝すぎハブデモノだ。これ生活習慣の違い出ると思ったんだよね、うん、いや、出ちゃった。16時間寝た後ってさ、達成感があるの、それとも虚無感があるの。いや、罪悪感の虚無感だよな。うわー、この人身長も高えなと思う身長は180センチ、190センチ、160センチ。僕よりでかいと全員でけえ。いや、確かにその理論応募すぎないか。マシドは何センチだっけ。中の人お、ちょっと何あ、これ俺154。あ、じゃあ大丈夫、ギリギリ OK。 あ、あ、食べすぎる。危なかったね、今ね。めちゃくちゃお腹すいた時に食べたい回転寿司の皿数は元々の限界がある。確かに。え、でも食べたいでしょ。食べたい。理想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 か。10皿うわ、おい、20皿10皿うわおい、小食アピしてんじゃねえよ。20皿はこれ限界超えての数値だから。そう、だいぶくらいにして頑張ってる、理想はこのぐらい、多分吐いてる。ここでやったら吐きながら食ってる。でも真白先輩とネクロッチはほぼほぼ一緒に20皿いける。ほぼほぼ、え、全く一緒だ。理想だから。理想理想理想どこが違った。ほぼって何か違った。世界変わった。そこでどうしたの。一番価値観違う人出てきたな。同じ数字書いたんやけど。そうやね、ちょっと違ったみたい。あれ久しぶりの司会緊張しちゃった。そうだよね。そうよな、分かる分かる。毎月払える家賃はいくらまで。うわ、これさ、配慮によっては視聴者にさ収入バレするくない。確かに。そうだよ、めっちゃ目安あるもんね。12万円。12万円。8万5000円。あー、おーい。ネクラもっと出せるだろ。現実来たな。現実、現実だよ。これが僕はもうここに住んでるから、値段でぐぐらえたら見バレするからやめてください。金額でバレることあるの。わかんない、何かしら出るかもしれない。メンバーの LINE の既読無視、何日まで待てますか。1週間。5日。あ、5日デジャブ。おー、揃わないよね。同じや。エトラさん気長。ジャブを1週間で1回打つ、あ、ギリギリ一気飲みできるコーラの量は300ml。 300ml。 え、300ml。 だって一気じゃないじゃん、そんな。いや、一気だろ。え、300って残ってるやん。やその一つ一単位は誰も噛んで飲むって言ってねえよ。めちゃくちゃ惜しいじゃないの。惜しい。マジか。遊園地で行列のアトラクションは何分まで待てますか。60分。1時間半。あ、180分。同じ。同じだ。1時間半。え、違くない？あれ90分。あれ90分だよ。え、90分は1時間半。6。え、180分は2、あ、2、あれ？あれ2時間か。3時間だから。あれ？あれ？あ、3時間だ、お前。あ、バカだ。バカだ。びっくりしたわ。2倍だよ。ジェットカプセル。3時間でした。ネクロチは180分許せる。実際、並んだことあるから、これはじゃあ行けるわって思って。あ、富士急ハイランドとかさ、300分待ち並んだことある。やば。え、300分って一日終わるやん。300分って何時間。5時間。5時間。うわー、きついでしょ。1個乗って帰った。だよね。一度に口に入れられるポップコーンの数は。だー。30個。45個。ゆうこー。おー、揃わないね。いや、そんな無理だって。喉奥まで入れたら入ります。めちゃくちゃお腹すいた時に食べたいステーキのグラム数は。ちなみに、あのステーキのグラム数で男性平均が 200g、女性は 150g が一般的らしいですね。あー、なるほど。 200g。 170g。 250。 食いすぎや、お前は。食べたい。空腹の時はそのぐらい。ネクロチめっちゃ食べるじゃん、ま、肉なら食べれるね。ハンバーグ好きだもんね。うん、ハンバーグはここで食べたな。炎上したし休止するか。何週間がちょうどいいですか。炎上内容によりますね。そうだね。え、でもタマコ先輩も早く帰ってきてほしいですよね。まあね、待ってる側としてはもう早く帰ってきてほしい。4週間。6週間。3から4週。1個に絞れ。なんでそう、ちょっと持たせたの。帰りたくない。休止みたいなのって1ヶ月みたいなイメージがあって、それが3なのか4なのか分かんなかったから。 1ヶ月って何日ある。30。うん、何週間。30割るな。読んだよ、読んだよ、読んだ。
ジャイアンです。ここ算数の授業かな。この VTuber 初めて見たけどおもろいからスパチャしよう。何円まで投げる？1500円。1000円。え、高くない？200円。安い。おー面白いもの、いいもの見たなって思ったらお尻はこんぐらい払いたい。200円投げてみて、なんか返答次第でみたいな。お承認欲求から投げるのか。このぐらいは、まあ、よかったら本当に出したい。おまれもエトラさんに投げてましたしね。いただいたことある。多分あのこまれも1000円くらい投げました。あ、うわー自分バズったなーと思う同時接続数は5000人。7000人。うわーでかー。1000人。え、ネクロチでもさ ASMR するとき2000人とか来てたよね。 ASMR だけバズったというか来たかって感じ。なるほど。でも1000人来たらめっちゃ嬉しいのはわかる。でも青桐高校ね、今年はみんなでバズりを目標にしてみんなで1万人とか見たいですね。なんか心こもってねえな。なんか心こもってねえだろうね。あのすごい心がさ、だんだん、うん、疲れてきた。心が疲れてきた。心が疲れてきた。その心笑ってない。友達の誕生日プレゼントでギリギリ出せる金額は、うん、友達の等級による。等級？等級？等級による。怖いこと言わないで。8000円。2万円。5000円。おお、ね、これ以上2万以上かけると引かれるんですよ。うん、あ、仲のいいという証の金額と、あなたにはそのぐらい私にとってお金をかける価値がありますよっていうやつ、アピール。この間さ、はい、この真代先輩にさ、はい、1万8000のアクセサリーあげた気がする。あ、じゃあここは似てるんだ。似てるかも、かもしれない。いただきました。てか、てこまるも誰でもいいわけじゃなくて、真代先輩だから喜んでほしくてその額出したのある。そう、一緒。うん、じゃあ企画終わりで、うん、ちょっといいホテルに泊まりたい。一泊いくらまで出せる？ホテル全振りってこと？ホテル？自分でお金を出す。シティホテル？何ホテル？いいホテル？いいホテル。いいホテル。3万円。2万円。1万円。ということでですね、全くもって揃ってないんですけれども、デコラちゃん1万円のホテル。これ、友人とかと一緒に泊まりに行く想定で、それぞれ1万ずつ出して泊まるみたいな。え、マシロ先輩2万円。はい。以下同文です。以下同文か。心も体も疲弊してますからね、私たちね。これから以下同文続くかもしれない。はい、以下同文です。え、エトラさんも。私はなんかディズニーに行くってなったら、これじゃもしかしたら泊まれないかもしれないけど、安いとこだったらこれで泊まれるかなと思って。ミラコスタとかって10万でしたっけ？え？いや、もっとしない？もっと、もっと高いとかもっと高いけど、5、6万で多分一番安いとこなら泊まれるかな。それでも5、6万か。すると思う。家賃みたいなもんじゃん。そうそうそう。じゃあネクロチミラコスタ泊まろうと思ったら、ね、ミラコスタの一番安いホテルの5分の1のスペースしか使えない。いや、もう廊下で寝るしかないよ。ミラコスタの。ということでですね、なんと用意してきた質問が全て終わってしまいました。え、どうすんの？質問をこの場でひねり出して考えます。わかりました。あ、なんかあったら手伝うからさ、ね、ありがとう、うん、僕らの中でも考えて。考える考える。あ、本当に優しい、あったかいわ、うん、甥っ子がいたとしてあげられるお年玉の額は。うわ、今この年齢ででしょ。いや、私たち17歳だから。あ、なるほど、なるほど。でも、甥とか姪とかの年齢じゃない、うん、何歳でもいいけど、その自分の甥とか姪とかにあげようかなって思うお年玉の最大値かけました。うん、かけた。お年玉なんて、あれかあれかあれしかないやろ、うん、はい、あれかあれかあれ、あれかあれかあれ。それでは、回答お願いします。はい。お、5000円。5000円。5000円。やったー。もう、終わりだ。ケツがくっつくかと思った。いや、1万はみんな高いし、あの、ちっちゃい頃のさ、あの金銭感覚っていうないじゃん、うん、1万が高いとか分かんないからさ、ね、多分5000円でいいんだよ。でもさ、1万ってさ、おばあちゃんとか、うん、お母さんとかがこう、あげる、うん、そう、そういう年代の人だもんね。そうそうそう、それでこう、うん、差をつけておかないと。いやー、よかった。で、ここまでここにいたら1万円と5000円すごい悩むから。あー、いや、迷ったよ。迷うよね、でもね、うん、まあでもそっち以外ね、5000円で揃ってよかったわ、うん、2択やと思う。うん、感動した、今やったー。気持ちいい、この企画の一番いいとこ。それでは、私たち青桐高校のクリコマコマルとお仕事ネカとエトラでした。バイバーイ。バイバーイ。